戦士栄誉勲章は朝鮮民主主義人民共和国の勲章。朝鮮戦争勃発により1950年7月1日に制定された。第1級と第2級の2種類がある。戦士栄誉勲章の受賞条件は以下の通り。以上は戦車兵、航空機搭乗員、水兵を除きすべて一人で行う必要があり。 ソビエト連邦の祖国戦争勲章と似た仕組みをとっていた。朝鮮戦争終戦後は受賞条件が大幅に縮まり、基本的に朝鮮人民軍を退役したものには第2級戦士栄誉勲章が贈られるようになった。戦士栄誉勲章受賞者には以下の特権が付与する。朝鮮民主主義人民共和国戦士栄誉勲章に関する規定。6 戦士栄誉勲章第1級受章者には、国旗勲章第2級、戦士栄誉勲章第2級受章者には、国旗勲章第3級受章者の特権が付与する。7、その他以下の特権を有する。1、兵は可視官に、可視官は以下に昇進する。2、労働能力を喪失した者は、年金の50%を手当てする。 3. 受賞者の子供に対しては大学まで無料で、就学させる。上記の特権は、受賞条件の縮小に伴い削減された。ウォーレン・イー・セスラー&、ポール・マクダニュー・ジュニア、ミリタリーシビル・アワーズ・オブ・ザ・デモクラティック・ピープルズ、リパブリック・オブ・コリア 192P、ありがとうございます。